です。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は質問も多かったショートマッシュの、下ろしてるスタイルのスタイリング動画撮っていきたいと思っています。センターパートのスタイルがかなり多く上げていたので、今日は普通にナチュラルな、下ろしたスタイルの、マッシュの簡単な作り方やっていきたいと思います。はい、それでは本日はですね、スタイリング動画、こちらの中野のスタイリングワックスのチューブ、クリームタイプのワックスの3番を使ってナチュラルなスタイリングのショートマッシュスタイルを作っていきたいと思います。それでは、早速今ウェットの状態からこの濡れてる状態しっかり朝濡らしてください。で、結構重要なのが最初にこのタオルドライでしっかりもう水分を取ってあげるっていうのがかなりポイントです。結構ここが甘いとそのドライに時間がかかってしまったり、結構スタイリングに時間がかかってしまうので、このタオルドライでもうかなりしっかり水分を取っていきます。で、じゃあまずドライから、ドライヤーを使って乾かしていくんですけれども、下ろしてるスタイルの時はそこまでドライでポイントは少ないんですが、初めに自分のこう流したい方向と逆の方向に乾かしていきます。で、僕は普段こっち側に流すことが多いので、一回逆に向かって根元を少し起こすように乾かしていきます。で、ある程度反対に乾かしていて乾いてきたら、流す方向にドライヤーで乾かしていきます。結構これをやってあげると自然にこう根元がふんわり立ち上がって流したい方向にきれいに流れてくれるので、これはポイントになってます。で、おろしのスタイルで今日の使うクリームワックスはですね、もうほぼ完全にドライしてからつけていきますので、完全にドライしていきます。ドライヤーもこのようにちょっとこういろいろ自由に動かして、あんまりこう同じ方向からずっと乾かすんじゃなく、左右から後ろからいろんな方向から乾かして、根元に変な癖がつかないように乾かすのがポイントになってきます。これぐらいですね。で、前髪が今パーマがあまりもうないので結構ストレートになってしまっているんですが、ちょっとこう手を使って少しこうカーブをつけるようにドライしてあげるのがポイントです。これをやっておいてあげると、まっすぐの人でもちょっとこうカールがついて流れやすくなってくれるので、このような感じですね。はい、今これがドライが終わった状態です。僕のスタイル刈り上げてるショートマッシュになるので、ここはソフトに刈り上げていて、サイドは耳の上ぐらいのスタイルになっています。これがワックスつける前のベースになります。はい、じゃあ今日はこの中野のクリームタイプのチューブタイプのワックスですね、こちらの3番を使っていきます。こちらはハードワックスみたいなすごい説得力はないんですけれども、ナチュラルであんまりなんかベタベタつけたくないっていう人にすごいおすすめのワックスで、自然なツヤ感と自然な束感が出せるのでおすすめです。早速使う量をつけていきます。大体そうですね、1円玉ぐらいですかね。あまり量はつけずにこれをしっかり手に伸ばしていきます。結構ここの手にダマになってしまっていると髪につけた時にもムラになってしまうので、ここによーく手に伸ばしていきます。このからつけていきます。では早速つけていきます。サイドとバックから全体になじませるように、根元につけるというよりは中間から毛先に向かってこう揉み込むようにつけていきます。で、前髪は最初につけてしまうとベタベタちょっとこう分かれてしまうので、全体につけて少し手に薄くなっているのを前髪にはこのように最後につけていきます。で、あとはもう全体的に揉み込むようにワックスをなじませていきます。こちらのスタイリング剤はかなりナチュラルなスタイリング剤なので、もう本当にこうあまりベタベタしないのがいいところですね。で、サラッとしてるけど少しまあ
やってないようでちょっとやってるっていった、そういったスタイル作りたい方にはかなりおすすめでいいと思います。はい、でもう少し束感とかツヤ感を出したい方はさっきの量の 1.5 倍ぐらいつけていただいても大丈夫なので、その辺は最後の仕上げの質感に応じてちょっと変えてあげてください。でこのように全体につけ終わって少し手に薄く残っているものを最後に前髪につけていきます。前髪のつけ方はあまりこう揉み込むというよりはちょっとこう流す方向に整えつつ少し毛先につけるようなイメージでつけてください。まあ、少しその後になじませて揉み込んでなじませる、揉み込んでちょっとこう崩す、これをやってあげるだけでかなりこなれた感じにいけると思います。だいたいもうこれで完成ですね。見えますか？結構自然なツヤ感と、まあ、軽い束感が出せるのでナチュラルなスタイリング、あまりこう決めすぎないかっこいいスタイリングかなと思います。じゃあこちらのチューブの中野スタイリングワックスのライトハードですね。こちらがもうこういうかなり軽い質感なんですけど、まあ、やりすぎてないぐらいの程よいセット力があるので、まあ一般的な普通のファイバー系のワックスがちょっとベタベタして苦手という人とか、あとはこちら結構女性のお客様にもおすすめできるスタイリング剤なので、さらっとしてるけどちょっとこう自然なツヤ感が出せるといった、そういった質感になります。でお値段もこちら1300円なのでかなり手軽なコスパのいいワックスかなと思います。なのでぜひ参考にしてみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録とコメントの方もお気軽にお寄せください。それではまた次の動画でもお会いしましょう。さようなら。First of all, it couldn't be your fault. When this life of mine would fall, it will always be my call. Trying to throw this shade on me like they all hate.